私はナナミ、29歳。これは私が少し前に体験した出来事です。とある日の休日、私は友人のパニコと山にキャンプをしに行きました。そのキャンプ場の敷地内には綺麗な川が流れていて、バーベキューもできるところでした。だから私たちは到着してすぐに川で水浴びをしようと思っていました。川沿いまで歩いてくると、私たちよりも先に来た5人ほどの若い男女たちがはしゃいでいました。私たちはそのグループとはちょっと離れた場所で遊ぶことにしました。でもね、そんな私たちの耳にそのグループの話し声が聞こえてきたんです。わざと私たちに聞こえるようにこんなことを話し始めたの。ああ、おばさんたちが来たわ。チェッ、せっかく私たちが貸し切り状態で遊んでたのにね。てか、ババアのくせに川遊びがよ、ありえねえ。それな、マジでしろけるわ。ざーま、最悪。私はパニコと顔を見合わせてしまいました。あ、あれって私たちのことだよね。そうみたいね。なんか感じ悪いね。パニコ、どうする?どうするも何も、私たちだって川で涼む権利はあるわよ。何も気にすることないじゃないの。ねえ、でもさ、なんかあの若者たちちょっと怖くない？別にいいじゃん、私たちとは関係ない人たちなんだから。ほら、ナナミ、持ってきたスイカ冷やしておこう。パニコは毅然とした態度で完全にその若者たちをスルー。若者グループはぐちぐち文句を言っているようですが、パニコはテキパキとやりたいことをしていました。若者たちは不平不満を言ってはいましたが、私たちに危害を加えることはなさそうだし、私はパニコと川遊びを楽しむことにしたんです。しばらく川で涼んでからキャンプ地へ戻ってバーベキューを始めました。スイカも十分冷えたし、お腹も空いてきたしね。私たちがバーベキューを楽しんでいると、しばらくしてからあの若者グループが大騒ぎしながら川から戻ってきました。そして私たちが借りていたバンガローのすぐ隣のバンガローに入っていったんです。うわー、最悪。よりによって隣のバンガローだったなんて。トラブルにならないといいけど、大丈夫かな。もはや不安しかありませんでした。パニコはなんとかなるっしょなんて言ってるけど、私は心配で心配で仕方がありませんでした。そして案の定、私の嫌な予感は大当たり。若者グループは夜遅くになってバーベキューを始めたのです。夜中になって大声ではしゃいでいるので、私たちだけでなく他のキャンプ客たちも困り果てている様子でした。周囲に迷惑をかけていることを全く自覚していない若者たちはギャーギャー騒ぎまくって、今度は花火まで始めました。パニコは文句言ってやると息巻いていましたが、トラブルになるのが怖かった私はどうにかこうにか怒るパニコをなだめ、とりあえず一日だけ我慢してみようということになりました。パニコが管理人さんに連絡して注意してもらうって形にして、その日は様子を見ることにしたんです。そんなこんなでキャンプ1日目は終了。キャンプ2日目、その日私たちは好きなことをして自然の中でゆったり過ごそうということになっていました。その日帰る予定だったから、のんびり1日かけて片付けをしながらリラックスして大自然を満喫しながら過ごそうと思っていたんです。しかしあの若者グループがとうとうやらかしてくれちゃったんです。私とパニコはバンガローとはちょっと離れた場所でキャンプ用品を片付けていました。するとあのグループの若者たちが私たちのバンガローの近くに、そしてあろうことか私たちのバンガローをめがけてタバコをポイッと捨てたのです。私はびっくりしてパニコにこう言いました。今の見た？でもくるりとパニコの方を振り返った時にはすでにそこにパニコはいませんでした。あれ？さっきまで一緒に片付けしてパニコここにいたよね。私がキョロキョロ見渡すと、パニコはすでに若者の方にダッシュして走っていくところでした。
パニコはタバコの吸い殻を拾い、若者を追いかけていきました。そして若者の肩をポンと叩いたんです。ちょっと待って。あ、落とし物よ。はあ、あんた誰？誰だっていいじゃないの。落とし物拾ってあげたのよ。ほら受け取れ。パニコはそう言いながら吸い殻を若者に突き出しました。なにこのババア、頭おかしいんじゃね。けれど若者はそっぽを向いて去ろうとしました。私はここでようやくパニコに追いつき、ゼーハー言いながらパニコに加勢しました。あなたたちがポイ捨てしてたの見てたのよ。私たちこの目で見たのよ。タバコのポイ捨てはダメよ。なになに、おばさんには関係ねえじゃん。てかおばさん息切れてんじゃん。うちらが捨てたって証拠あんのかよ。そうだよな、証拠もないのに濡れ衣かよ。豊島のババだからもうボケてんじゃねえの。こんな、自分たちのゴミくらい自分たちで片付けなさいよ。そんなことすらできないならキャンプなんてしないことね。キャンプの前に小学校から常識について学び直してきたら、今時小学生でも自分のゴミくらい持ち帰れるわよ。なんだとこの野郎、言わせておけば痛い目見せてやろうが。私たちのいざこざに周囲のキャンパーたちも徐々に集まってきました。どうやらみんな若者たちに困っているようで、若者たちの常識知らずの言動に怪訝そうな顔して見ています。ギャラリーがどんどん増えていくと、若者たちは次第に挙動不審に。どうやら大人や子供に囲まれてしまい、どうしていいのかわからないようです。ちっ、覚えてやがれ。若者たちはそう捨て台詞を吐いて、パニコから吸い殻を奪い取り逃げていきました。若者たちもどこかに行ったし、これでもう大丈夫だと思っていたんですが、片付けが終わり、さて帰ろうとキャンプ場の駐車場に荷物を運ぶと、そこにはあの若者グループが待ち構えていました。どうやら私たちにいさめられたことで腹の虫が収まらず、報復の機会を狙っていたようなんです。私の心臓は嫌な予感でバクバクし始めました。これ絶対やばい、どうしよう。しかし隣を歩くパニコはしれっとした顔をしています。そしてどこかに電話をかけ始めました。若者たちは私たちを見つけるとずかずかとこちらに向かって歩いてきました。私はもう冷や汗かきまくり、足はガクガクでした。そして思った通り、私たちにすごい勢いでイチャモンをつけ始めたんです。おい、お前らのゴミが風で吹っ飛んで俺の車のボンネットに乗ってたんだぞ。おかげでボンネットに傷がついたぞ。はあ、だけゴミの始末もちゃんとできねえくせにキャンプなんかすんなよな。ちょっとそのゴミ私たちのじゃないのに。俺は見たんだよ、お前らがポイ捨てするところな。そうそう、捨てたゴミがピューって風に飛ばされて車のボンネットに乗っかっちゃったんだから。どうしてくれんのよおばあさん。人の車のボンネットに傷つけといてただで済むと思ってねえよな。だからそれは私たちが捨てたものじゃないってば。はあ、じゃあ証明できんの？誰が捨てたのよ。それはどうしてくれんだよ。わかったわ。あ、こっちのおばさんも話がわかるみてえだな。弁償しろな。そうだそうだ、ちゃんと金払えよ。じゃないと裁判するぞ。そうね、そうしましょう。あ、何言ってん。裁判するわ。だからまずは警察の現場検証が必要ね。もう呼んであるから。パニコがそう言うと一人の警察官が到着。パニコ、何か事件だって？たに、遅いじゃないの。はい、来た来た、パニコのイケメンお兄ちゃん。目の保養。おい、ちょっとマジで警察とか。速攻で処理するからちょっと待ってるよパニコ。おい、やめて。ああ、やっちゃった。パニコの正義の心に
火をつけちゃったのね、この子たち。地獄見るわ、全員。さあまあ、私は高みの見物と行きますか。私の顧問弁護士も呼ぶわ。あんたたちはもう私たちとは直接やり取りしない。私たちと話がしたいなら弁護士を通してちょうだい。弁護士って、そんな大げさな。もう呼んであるわ。今まで負けたことのない凄腕だから覚悟しなさいよ。あんたたちも弁護士雇って裁判所で決着つけるってことにしない？パニコ、大丈夫？はい、パニコのお姉ちゃん登場。この人すごいんだから。バネ、遅いじゃないの。こいつら？パニコにイチャモンつけてんの。ああ、感じる。見えるわ。ん？見えた。わかった。車に傷？原因はコンビニ弁当の殻だね。さすがパネ、何も言わなくても見えちゃったか。今日も冴えてるね。こいつらの証言は虚偽なのね。なるほどなるほど。絶対勝つからね。いくら踏んだくる？刑務所入れる？ちょ、やべえって。待ってくれよ、俺たちそんな。遅い遅い、もう遅いよ。あんたたちの親御さんにも連絡しないとね。しらを切ったって無駄よ。探偵使って調べさせるから。もう呼んであるわ。あ、さっしー、パニオさんね。パニコのパパ、あんまり表に出てこないけど探偵してたのね。ひっそりタイプなのよね。パニコ、待たせたな。お父さん遅いよ。写真一枚撮ったらもういいでしょ。すぐに調べて。おう、じゃあな。パニオさん出番少な。若者たちの写真一枚撮ってもう帰っちゃったよ。あの写真一枚から家族まで割り出すか、すごいね。ちょ、なんなのよ。もうやめてよ。私、中途半端は嫌なの。あなたたちだって車に傷つけられたんだから許せないでしょ。私たちも濡れ衣着せられたままじゃ納得いかないのよ。それは、実は、俺たち自分で。私たちに言いたいことがあるなら、弁護士を通せって言ったでしょ。もうあんたたちが何を言おうと、私たちは聞かないわ。言いたいことがあるなら、ここにいる警察官と弁護士、それから連絡がいった親御さんと相談することね。どうすんだよこの状況。こいつ絶対やべえやつだって。逃げようぜ。逃げられるわけないじゃん。後ろ見なさいよ。若者たちの後ろには、なんと知らない間に老夫婦が立っています。その後ろにはゾロゾロと何やらこわもての人たちがいっぱい。パニコや、遅くなったな。バイクの調子がいまいちでな。パニジー、パニバー、遅い。お仲間さんたち、どうもお疲れ様です。おじいちゃんとおばあちゃんはその昔伝説の走り屋だったのだとか。今でも射程が星の数ほどいて、ちょっと声をかけるだけで速攻で集合してくれるんだってさ。こわもての走り屋集団に囲まれた若者たち、もうベスを書いていますよ。それでもパニコはしれっと次の人物を召喚。来た来た、この人が一番強いかな。パニコ、遅くなったね。お母さん、一番遅かったよ。すまないね。これでも取材現場から大急ぎで駆けつけたんだよ。こいつらかい？パニコ相手に詐欺ろうとしてる詐欺集団は明日の新聞の一面トップに打ち出してやる。お父さんが撮った写真でいいかね、一面は。現場検証した警察官と代理人の弁護士の話も載せようね。それで詐欺集団をとっ捕まえた老夫婦の武勇伝を締めに持ってきて、パニコとナナミさんは被害者として話を聞かせてもらって、新聞社から協力金でも出そうかね。で、パニコのキャンプ場は全国区で自動的に宣伝されて集客できると。全員ウィンだね。だね、いじし。あらあら、新聞記者で新聞社の幹部のパニカーのおかげで、この若者たち詐欺集団になりそうです。
まあ嘘ついて修理費払わせようと脅してきたんだから詐欺集団ですよね。うん、合ってる合ってる、間違ってないね。パニコが経営するキャンプ場でこんなことするから地獄見るんだよ。ナナニ、こんな流れでいい？なんか想像以上に暮らしめることができるみたいでとっても好き。よし、じゃああんたたちどうぞお達者で、この世には触れちゃいけない逆鱗があるってこと忘れないことね。いじじ。その後、親御さんたちからの丁寧な謝罪があり、若者たちから謝罪の手紙を受け取り、示談ということになりました。私とパニコは示談金をもらい、解決という運びになりました。あの若者たち、警察にこってり絞られて、弁護士にいさめられて、探偵を雇われるという恐怖を覚え、新聞に犯罪者として顔が掲載されるところだったという悪夢を見て、今まで舐めてかかりないがしろにしていたはずの年寄りが脅威でしかなくなり、どうやらすっかりおとなしくなってしまったのだとか。その後半年間、毎週土日に自転車でパニコのキャンプ場に来て、草取りやゴミ拾いのボランティアをしているそうです。パニコの顔をまともに見られないみたいで、この前私がまたキャンプに行った時にはパニコと話をしていると、何も言わないのに熱々のコーヒーをくれたり、そのままにしておいた食器やトングがいつの間にか綺麗に洗ってあったり。いやはや、とんでもないお仕置きができて、その後もキャンプ場で姫のような扱いをされて、スカッと満足でした。悪いことしたら必ず誰かが見てるもんなんですね。これからもまっすぐに正しく生きていこうと思いました。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。